続いては特集です。福谷アナウンサーお願いします。はい、よろしくお願いします。駅から1万歩の旅ということで、まあ、皆さんね、1万歩と言いますと大体歩いて7キロから8キロくらいなんですけども、改めて車を置いて街を歩くことで山陰の魅力をあぶり出していこうという、そういう企画でございます。記念すべき第1回はこの街を旅しました。若狭鉄道の若狭駅にやってきました。まあ、昭和5年創業のこの駅なんですけども、非常に趣ある駅でございますね。新コーナー、駅から1万歩のコーナーです。この万歩計を持ちながら1万歩歩く中でいろんな人と出会って、おいしいものも食べながらその街の魅力を探ろうという新コーナーでございます。第1回は若狭駅から1万歩では、スタートしていきます。今回の旅の舞台は鳥取県の若狭町。絶品のとんかつや、いいご縁を願って1万歩を歩くことで若狭町の知られざる魅力が見えてきましたよ。美味しいですね。町自体がやっぱり趣があるんで、鬼ヶ城って昔城があって、その城下町、宿場町で栄えたところなんで、趣があるいい雰囲気の街並みですよね。で、ここが若狭町の観光協会ですね。こんにちは。今ちょうどね、はい、この若狭の町をね、若狭市を歩こうなんて思って今日来たんですけど、何かいい場所ありますか？ありがとうございます。これがあの街歩きのマップなんですけども、はい、こちら駅で今ここにおられますね。今ここですね、はい、この隣に焼き鯖寿司、焼き鯖寿司、はい、あの人気なんですけど、あ、そうですか、はい、それとか、うん、若狭神社とか、あ、ちょっと遠いんですけどね、橋の方で、最後に若狭神社の階段を登っていただくとちょっと、なるほど、運動になりますね。でちょっと若さをなんとなくこう観光できると、はいはい、じゃあまずはあれですね、この横の焼き鯖寿司のお店、はい、ちなみに若さいいとこですか？いいとこですよ、はい、一言で言うとどんなところ？そうですね、うん、静かですし、うん、空気が美味しいです。あ、空気が美味しい、だからやっぱ綺麗なお肌なんです。 ありがとうございます。すいません、ちょっと過ぎましたね、ごめんなさい。すごい綺麗、ありがとうございます。笑顔も素敵です。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、やっぱりいいですね、この白壁のね、この土蔵非常にいいですよね、雰囲気あります。これかな、あ、これですね、にぎわいプラザすぐ近くだな。じゃちょっと聞いてみましょうか。どうも、日本海テレビです。ちょっと観光協会の方から聞いて、サバが美味しいって聞いて、はい、いいですか、はい、あ、こんにちは。サバはどちらに、ちなみに、あ、この、あ、目の前にあった、はい、ここでお土産品で、これが有名な焼き鯖寿司、これってちなみに店内で食べられますか？店内です、あの、この商品とお汁つけてサービスで出しておりますので。え、お汁つけてサービス、はい、食べていただけるようになってます。お汁がつくんですって、皆さん、お汁つくんですもちろん、はい、あのランチタイム中はお汁つけてサービスで出しております。お姉さん、お得ですねめちゃくちゃお得。うわー、出ました、焼き鯖寿司でございます。いただきます。どうぞ。臭みが一切ないですね。塩で漬けた後に炙ってるから、ちょっとほんのり香ばしいし、魚の身も締まってます。絶品ですね。この日は若狭町のブランド豚、吉川豚が入ってました。ラッキー、安心の味、おいしい、どうも西村さん、ありがとうございました、はい、焼き鯖寿司は買ったら店内でお昼付き、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。若狭駅から1万歩、まだ全然歩けてないんですよ。ちょっと今見るとねスタートしてまだ303歩、303歩だって。そりゃそうだ、駅から50メートルの店でご飯食べてるんですからね、うん、風情のある街並み。ここで偶然出会ったのは、兵庫県からいらした中村ご夫妻。新温泉町、あ、これじゃ割合近いですね。今日なんで若狭へいらっしゃったの？今日ね、あの、若狭鉄道ちょっと乗ろうかなというのと、
とんかつの美味しい店があるといいな。そうか、とんかつ確かに美味しい店あります。行かれました？あ、今ね、予約をしてきました。この刈谷通りにね、このご夫婦の雰囲気すごい合うなと思って今見てたんですよ。あ、なんか、常でもアナウンサー。そうなんです。あ、年配に見えました。年配ですけどね、51歳でも年齢の見えない。どっちですか、テレビとこれと。いや、こっちの方がいい。こっちの方がいい。これでいきますよ。そうなんだ。古い街並みが本当に心地いいんですけど、あ、ちょっと坂なんです。またちょっとこちら、ちょっとね、お店雰囲気ありますね。懐かしい、これ薬局になんかあるようなね、人形ですけど。あ、これもだ。へえ、ここは何でしょう。ちょっと覗いてみましょうか。お邪魔しましたのは昭和おもちゃ館ですね。築100年以上の古民家を活用したお店です。こんにちは。こんにちは。どうも、握手しちゃいました。ありがとうございます。駄菓子がなんか昔の昭和を感じさせるような。そうですね。店内にはですね、ずらっと1000種類以上の駄菓子でおもちゃもありました。これ懐かしい。これココアシガレット。よく子供の頃にね、大人の真似してちょっとこう吸うね、ポーズしながら、はい、いやー、よく食べてたこれ。そうですか。皆さんいいですよ、ここ本当ね、一気にこう令和から昭和にタイムスリップしたような優しい気持ちになれます。なんか、あれ、息子さん、あの、アルバイト、あ、アルバイトの方、関東大学の子がね、来ていただいて。あ、そうですか。関東大学アルバイトしてみてどうですか。楽しい。いや、楽しいです。あ、本当に。駄菓子屋の魅力って何ですか。みんながこういろいろこう会話しながら楽しそうに買い物してる姿がやっぱり、そうか、人と人とのその会話、交流があるってことですね。はい、そうです。どうも、あ、今度もありがとうね。失礼します。若さん楽しんでください。若さん楽しみます。ありがとうございます、はい、人と人との交流の良さに気づかされた旅でした。はい、第1回若さでしたけども、やっぱりあの車を降りるとね、歩くことでしか出会えない関係もあるし、若さ素敵な街でしたが、ゲストのお二人いかがでした。いや、もうあのまず企画としてあの歩いてみようっていうのがすごく素敵ですよね、うん、はい、あのおっしゃる通りで、やっぱ歩かないと見れない風景あると思いますし、車じゃ全然違うと思うんで、そういう意味では本当に人と人との触れ合いがリアルに肌感で感じられるので、すごく楽しみですね。次回も楽しみにしてます、ね、健康にもいいですね。中井さんいかがですか。はい、あの歩いてみようっていう企画で、まず最初に食べるところから始まったっていう、ちょっと面白かったです。私あんまりこの会社で食リポしたことないんですけどね。比較的レアかもしれませんね、上岡さん。そうですね、あまり見たことがなかったので、あのとてもあの私的には参考になりましたが、私的にはですね、あの西川さんが VTR 中にずっと小言を言われて何かなって聞いてたんですけど、あの、ね、実は福谷アナウンサーと同級生ということで、この仲の良さがね、その小言から伝わってきたような感じがありました。プライベート感が出ちゃいましたけどもね。あのただ若さの街ってね、はい、あの何度も火事にあってですね、街が変わってきたんですね。その中で水路を取ったりとか、家の前の道を広くしたり、そうやってあの防火対策もしながら、整然とした街になってきたということで、魅力もたくさんあるんですよね。そうですね、ぜひ皆さんも散歩していただきたいなと思うわけですが、次回もですね、上岡さん、はい、ちょっと取れ高あってですね、来週もやっちゃっていいですか。はい、あ、だって残り9000歩ありましたからね。まだまだ来週はとんかつの例の美味しい店も出てきます。以上、1万歩の旅でした。